はい、今日はですね、あるものを買ってきましたということで、まあこれ、このパソコンが今 DVD ドライブなんで、 DVD の書き込みと コピーあと読み込みしかできないんですけど、それをちょっとブルーレイにするために、こちらパイオニアの BDR212JBK、 こちら買ってきました。こちらをね、ちょっとこのパソコンに組み込みたいと思います。ってことで、一応ウルトラ HD ブルーレイも書き込み読み込みできるらしいんで、 4K ので、仕様を見ますと、ブルーレイ R の3層100ギガも128ギガも、読み込みと書き込みできるみたいなんで、まあ大容量の読み込み書き込みができます。で、横見ますと一応ブルーレイディスクの R と RE とか M ディスク、ブルーレイディスク、あと DVDR と RDRL、RWR とか DVDR、 あと CDR と CDRW とかね。で、このケーブルは一応シリアル ATA でつなぎ替えるだけでできるみたいなんで、はい、早速ちょっと取り付けしていきたいと思います。で、一応 Windows 10に対応してるんで、まあいろいろソフトもついてますね。こんな感じ、こんな感じに見えると思うんですけど、いろいろ下にソフトもついてきます。無料でダウンロードできます。ってことで、はい、こちらちょっとこのパソコンに組み込んでいくんで、ちょっと組み込むところもお見せしたいと思います。ってことで、はい、で一応これ開封します。多分サイズとか合っとると思うんですけど、まあ、DVD とかブルーレイ規格大きさ一緒なんで、サイズがはい、こんな感じ。はい、取扱い説明書と本体のみですね。ケーブルは中の今ついてるやつ使えばいいだけなんで、はいすげえしっかりしてますね。はい、こんな感じに、こんな感じのブルーレイドライブになってます。で、ここ一応サイズ合いますね。ぴったし合う。はい、ということでサイズは問題なしです。はい、では早速パソコンの中改造していくんで、ここのネジを取りますね。おっ、ネジを取っていきますスライドすれば開くと思うんで、こんな感じに、もういい感じですねあんま水気があるもんで拭くといけないと思うんで、電子部品なんで軽く拭く感じで、あんま中も汚れてないんで OK ですね。で、シリアル ETA ケーブルっていうのが多分これだと思うんですよね。 DVD ドライブについてるので、なのでこちらを外しますね。こんな感じで外します。こんな感じで外して、これも外します。こんな感じに外れますんで、外してこのネジで止めてあるとこを取れば多分取れるんで、こんな感じに、多分取れると思うんですよ。向こうも、あ、向こうも繋がっとるか。こっちも外さないといけないですよ。パソコンの反対側も取らないといけないみたいなんで、こんな感じ外して、このネジの部分外してきます。DVD ドライブが付いてるネジ
すといけないんで、ちょっと落ちんように持ってかないといけないんで。前に抜き出す感じですね。で、こんなこっちがDVD ドライブで、こっちがブルーレイドライブなんですけど、後ろ見ますとこんな感じに繋ぐ部分形形状一緒なんで、そのまま入れ替えるだけで、差し替えるだけでできますね、はい。で、こっちブルーレイドライブ付け加えていきます。はい。で、これをここに差し込みますと。こんな感じで差し込みます。オッケー、ブルーレイドライブ。で、シリアル HA ケーブルと電源ケーブルをつなげますね。ここに見えるか、つけて、はい、つけて、こっちもつけます。はい、これで OK です。はい、で、ケーブルを差し終わったんで、ここをかぶせてネジ止めて終了です。はい、そしてネジ止めて終了です。はい、終わり。はい、それで、ブルーレイドライブを交換したんで、パソコンの中見ますとね、こんな感じに BDRE ドライブでこういうに変わってるんで、こういうに変わってたらブルーレイドライブが使えるようになってますってことで、はい、今回はブルーレイドライブの交換方法でした。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。